21分の1マウスを刷新します。ロージクールの MX イルゴです。手首の角度調整、0度は20度ができるので、腕の疲労軽減に一役してくれると考え、値は張りますが、長期間使うつもりで、購入に踏み切りました。物としての質感は GOD です。台座がマグネット式になっていて、可動部がないのもグッドです。本体の底部で角度を作っているので、机を支点に動きます。あと、レシーバーでも動くので、Bluetooth 接続よりも安定して無線で動きます。球もスムーズに動きます。ただし、定期的に球の受け側を掃除する必要があります。みなの歌ならぬ、リエラの歌、CD で買ってしまいました。17分の1、2週間ぶりに修理したカメラ&レンズが無事手元に届きました。精密機械を輸送するだけあって、厳重な梱包がされているので、輸送中に物が故障はしないでしょう。新品を開封した時みたいな緊張感があります。カメラのストラップの三角感が丁寧に梱包されている。カメラ本体が真空でパッキングされている。今回の修理内容は、レンズの F 値が時たまの表示になったり、カメラがレンズを認識しない時があったので、一回修理に出した灰ものの、メーカーの同一検証用カメラと、同一の検証用レンズで動作確認したが、現象が出なかったらしく、お詫びに無償でセンサークリーニングを、してくれました。レンズの方も清掃してもらいました。スイッチ類も特に問題なさそうです。
メラがない2週間が、とても長く感じました。もはや、禁断症状レベルで、喪失感がすごかったです。せめて撮影をガンガンしたいので、ソニーストアで、カメラ本体の 10%、それでも5万ほどかかるの代金を、かけて、物損しても1回なら、新品のカメラが、メーカーから届くという手厚い保証を受けていますが、それでも何回も修理に出すのは避けたりです。カメラが手元にない2週間の時間が、ものすごい損失だからです。資金が潤沢な人は、バックアップにもう1台同じカメラとレンズを導入していますが、私はそんな購買力はないので、とても同じカメラを2台買うのはできません。1台買うのも、家中のものを資金に変えてやっと購入できたので、大切に使い潰したいです。カメラの値段もだんだん上昇しているのも、世界経済で見たらしっかりインフレしていて、相対的には日本の経済成長ができてないのが身に染みて実感できます。ソニーも今やグローバル企業なので、世界経済に合わせた価格設定にするでしょう。収入も二極化している最中です。カメラがまだ買えるうちに買って、性能を享受します。ただし、それで得た知恵と経験は、永遠の財産です。しっかり脳裏に焼き付けておきます。久しぶりにこの姿を見れて、感服です。21分の1縦揺れ補正のダンパーを回収します。うまいことデコの原理を使う必要があります。あと、ダンパーをもう2つ追加します。
値段的にはプラスチック製で仕方ないです。バネを引っ掛けさせるのがすこぶる大変です。金具もホームセンターで買える木製の家具の補強金具を使っているため、それは、まあ、組み合わせ、相性に困ります。可動部一箇所につき、M6 ナットをバネザガネをかまして、ダブルナットを2組使います。こういう既製品もありますが、とても個人が扱える代物ではないので。1/25補強金具ガメラリグ追加で購入しました。 15mm ロッドクランプマイナス1/4インチネジを4つ、スモールリグ90°15mm ロッドクランプ DIY2069、 それを4つ、スモールリグ 15mm ブラックアルミ合金ロッド M12-45cm 2本入り1055、それを2組、この縦揺れ補正器具がすでに重いです。 5kg 1/4インチネジがグリップ部にあるのが幸いです。
ネジが切ってあるだけでも拡張性が広がります。縦揺れ補正チグの製作は一段落です。時折自転車の走行動画を出します。試走してみます。ママチャリシティサイクルゆえにまだ縦揺れを拾います。マウンテンバイクのコイルサスペンションが必要か、これがママチャリの限界か。
映像を見た感じでは、路面状況によって大きく縦揺れに差があります。極力断層を通らない工夫をすれば、揺れの少ない映像が撮れるかな。個人的にはもっと路面状況の悪いところをガシガシ走りたい。マウンテンバイクに乗り換えするしかないだろうか。ご視聴ありがとうございました。